皆さん、こんにちは、ヒロでございます。もう、あの、えっとですね、多分、ヒロ史上一番興奮してるヒロが見れるんじゃないかなと思ってるわけなんでございますが。 こんな日が来るんですね。多分今日の津田広明をですね、喜んでるのは、一番喜んでくれてるのはうちの父と母かなと思うわけなんですが、あの、幼稚園から高校まで本当にサッカーしかやってないし、高校もあのサッカー家庭推薦で行きましたので、ずっとサッカー一筋だった僕にとってのスーパーヒーローがまさかの僕の YouTube で出てくださるということで、冒頭からなんかおかしなテンションになってカミカミになっております。まさかのですね、あの、日本人誰もが知ってるであろう、えー、日本が初めてワールドカップに出場した時のブ ゴールを決めたジョホールバルの歓喜。野人岡野正幸さんにお越しいただきどうも。おいします。よろしくお願いします。お願いします。あれちょっと普段僕のユーチューブこんなやつじゃないんですよ。さっき後ろスタッフにあの、はい、ずっとヒロさん少年の顔してますよ。あもうありがとうございます。いやよろしくお願いします。本当に僕、はい、あの。 幼稚園ぐらいからずっとキャプテン翼から入りまして、幼稚園からずっとサッカーやってたんですけど、体でっかいもんで、ね、あの、ゴールキーパーやったんですけど、で、小学校ずっとサッカーで、はい、中学校もサッカーで、で、高校もサッカー、はい、で行ったんですけど、それこそ、あの、中学校の時かなに J リーグが発足して、はいはいはい これでそれこそもうなんか和也中山やって言ってた頃からで多分中学校2年生ぐらいの時にドーハの悲劇だったんですね。でそれがあってもう本当にもう絶望しきりみたいな時があったんですけどからの4年後のジョホールバルの 岡野さんっていう人が目の前にいることが、あの、全く信じられないぐらいなんですけれども、岡野さん本日はどうぞよろしくお願いします。岡野 <laughs> さんは現在ですね、はい、あの J3 のガイナーレ鳥取の GM、ジェネラルマネージャーをこう務められて、はい、あの、まあ、野人、岡野って言って、あの、歴史の教科書にまでなんか載ってるみたいですね、今。まあ、教科書というか、多分図鑑みたいのに、 乗ってるというか、はいはい、まあいろいろちょっと悲しい事件がこうあったりとかした後に、ちょうどジョホールバルの声があったんですけど、まあそれを教えてくれたのが娘でございまして、うん、娘が、いや、パパが出てるよと、うん、図鑑に図鑑に。うん、パパはだから出てるはずないと、うんうん、それはね、と人間の家庭だったんですよ。だからその、原始人から始まるこう、<laughs> なんとか、<laughs> なんとかピテピテクス。<laughs> で、安いなんだよ。だから、そういうのは違うって言ったら、本当にその歴史の本に、事件の後に、ジョー・ルバルだっていうのが出てまして。なるほど。ちょっとその事件の名前はあんまり言っちゃいけないのが、今避けてるんですけど。はいはい、なるほど。あの、日本にちょっとこう悲しい事件が悲しい事件があった、その後に、ちょうど1997年ですか。えー ねジョホールバルってのが出てて僕もびっくりしました。ジョホールバルの歓喜、なんか、他のはい。はい、他の正行の V ゴールによってワールドカップ初出場みたいな。そうですね。そ,すねそんな感じですよね。はい、そんなまさか出てると思わなかったので。すごいす、はい、それを娘さんに教えられる。教えてもらいます <laughs>、はい、僕あの えっと、岡野さんの,そのライフストーリーを、はいろいろずっとファンやったんで、はい、それこそ今でも YouTube で見たりするんですけど、はい、そのなんていの,あのビリギャルってご存知ですかね。んかうそうそうめちゃめちゃ頭悪かった子がはい、はい、超一流大学行ってしまったと。はい、で 岡野さんってもともとサッカー部もなかった高校からプロ選手になり、はい、そしてもうスーパースターになってしかもそのサッカーの歴史に名を残すほどの男になってしまったという意味ではなんかもう変な言い方ですけどそのサッカー界のビリギャルというかなんかその辺の岡野さんというとこのやっぱりジョ・ホルバルの歓喜の,あの栄光の姿のイメージがあると思うんですけどちょっとぜひそのどんな。 こう人生ストーリーだったのかみたいなところも聞かせていただきたいなと思って。小学校の頃早かったんですよ。あの、本当に小学校1年生からサッカー、たまたまサッカーやってたんで、やり始めたんですけど、ただ友達がたくさんできるっていう理由で、それがたまたまサッカーだったんです。で、4年生ぐらいにだんだんサッカーが楽しいなってなってきて、やっぱ足が早かったので、 結構も五年生の時に飛び級で六年生の試合。出たりして。もうやっぱ栃木から上手かったんですか。ではい。はい、で、横浜だったんですけど、はい、横浜市の選抜に選ばれたりとか。その時はもう本当に。 すごいこう、横浜市でも有名な選手だったんですけど。はい、そうなんですね。はい。ほ、はいでまあ中学上がった時に、うん、まあ当時やっぱりまだ J リーグというかプロがなかったので、はい、まず学校の先生がサッカーなんかやってても意味ないと。うん、そういう感じだったんですかはい。はい、サッカーじゃ食えないですよね。はい、食えないですし、うん、そんな勉強した方がいいと。 うん、まあ野球部はちゃんとプロ野球がもともとあったので、そういうのは言われなかったんですけど、サッカーに関しては結構冷たい視線だったというか、チャラチャラし上がってとか、そんな感じだったので、なかなか指導者もいなくてですね、中学上がった時に、やはりこう、思春期というか、で、その時僕らの時、ちょうどバンドブームだった。はいはいはい。あの、インディーズとか、まあ、ブルー、あの、ボーイ、 がパーンってなって、その後にブルーハーツとか、ジュンスカイウォーカーズとか、レッドウォーリアーとか、そういうのがすっごい流行ったんですよ。はい、でサッカー部やってた子も、サッカーやってた子もみんな大体バンドに流れて,ってたんですね。はい、で、まだ当時はでもやっぱり3年生の先輩とかは、うん、 まあ、昔で言うヤンキーというか不良ブームでもありましたし、はい、そういう方が一番モテた時代で、こういう方たちもいて、うん、ビーバップハイスクールみたいなで,す、はい、で結構サッカー部はそういう先輩たちが多かったですね。はい、で、まあ、などっちかっていうと皆さんそっちに流されるというか、なんか流れないと殴られんじゃないかなみたいな時代だったので、うんはい、結構僕の同級生とかもどっちかっていうとそっち側の方に、はい、のり的にはそっち行ってしまって、ただ僕も、 サッカー大好きだったんですけど、やっぱり楽しいじゃないですか、そういうのが。で、なんか流されたというか、別に僕めちゃめちゃ悪いことは全然してないんですけど、そっちに流されてて、一緒に遊び行ったりとかしてるうちに、なんかこう、あんまりサッカーがちょっとこう、努力もしないというか、部活しかやらないみたいな、やらされてる感じになってしまって、で、成長期も遅くて、足の速さとか、 抜抜かかれれるし背の高さもみんなてどんどんてってど気づいたらもう中3になってる時には、はい、大体うまい子は神奈川県のちょっと有名な高校から推薦とか特待生来てくれってなるんですけど、はい、どこも引っかかん、はい、なかったんですよ。はい、どうしようかなみたいになって。 もうだ言葉悪いですけど、その本当にもうどこにでもいるサッカー好きの中学生ぐらいになっちゃったんですそうですね、もう本当に、<ー>あのー、本当普通の。はい。小学校の頃は良かったのに、うもうみんな脱がされたっていう。中学校になったら足の速さも一旦ちょっと普通になっちゃったみたいな。はい、そういう感じだったんですね。ただサッカー好きで、うん、まあ両親もすごい小学校の頃は。うん まあコーチの免許を取ったり、レフリーの免許を取るぐらい一生懸命やってくれた。んでだからね、そこ裏切るのもないかなと。さっきから今日続けてきたんですけど、本当になかなか行ける高校もなくて、でその時にとんまともそのキングカズさん、三浦カズさんが中学生ぐらいの時、なんかブラジル留学みたいななんか本を出されて、それを読んだんですよ。あ、こういう方法もあるんだなと。で僕らの時代っていうのは。 そのテレビでもサッカーなんかまずほとんどやってなかったんですよ。すねはい、で多分日曜日だったら土曜日か忘れましたけど、うん、ダイヤモンドサッカーっていう30分のサッカーの試合を映すのだったんですけどその時に見たらすごいお客さんが入ってるところでサッカーやってるんですよね。はいはい、でマラドーナとか、ねはい、それこそ。それを時にこういうとこでサッカーやりたいなって思ったんです。うんうん、昔のののでもも、あのー、日本のサッカーリーリグっていうのは、はい、もうはお客さんがもう ほとんどいなくてガラガラでこうやって横になって見てる方とかカップルがイチャついてたりとか客席すらないみたいなねそんな感じですよねはいなのでんかそういうとこでサッカーやれたら幸せだろうなと思って僕もブラジルちょっと行きたいなみたいな感じで中学校にしてはい思ってまあ両親にブラジル行ってサッカーやりたいって言ったらまあ僕一人っ子だったんで何にもできないわけですよもちろん 洗濯なんかしたことないですし、はい、自分の身の回りの整理もほとんどできなかったし、はい、ま両親はそんなに行かせるはずないとな何するか分かんないしとで困ってた時にたまたま,まあ親戚のおじさんが島根県の高校があると、はいはい、でそこは全寮制でサッカー部もあって素晴らしい高校だからそこに行けばいいんじゃないか、はい、なんでそこにわざと行かなきゃいけないのとやっぱ中学生でしたから、はい、そしたら こんな話あれだけど、って、神奈川県はすごいと高校数が。なるほど。選手権出るのなんかすごい大変だと。でも島根県は高校数が少ないから、例えば5回戦ぐらい勝ったら、選手権行けるんだろなるほど、なるほど。そしたら僕は正幸って、下の名前正幸って言うんですけど、そしたら正幸の宣伝になるから、選手権出たらいいね、とか行けるんじゃないかということで、あ、それいいなと思ったんですよ。で、そこ全寮制だから、そこでいろいろ身の回りのこと自分でやんなきゃいけなくなるじゃないですか。 それ終わったらブラジルに行けばいいじゃないかと。なるほど。っていうので、じゃあ行こうって決めて。一大決ね。一年発起というか、一大決心ですよね、ほんとに。ほんに横浜から、島根に。試験受けて、合して。試験というか、もう本当に推薦、サッカー推薦みたいな。で、サッカー推薦みたいので行くわけじゃないですか。で、いざ行くわけです。はい。でサッカー部がない。 ちょっと待って。一応びっくりしたのがそこで,です、ね。ちょちょサッカー部があるから僕は行くっていう話になってす <laughs> しかもサッカー推薦じゃないですか。はい。じゃサッカー部がないんですねちょっと。おじさんのそのリサーチ能力はどないなのいやいやでもなんかサッカー部があるって聞いたんじゃないですか、おじさんは。<laughs> ちょっとおかしいおかしい。いざ行ったら、 全然、その、部員も、部活も何もなくっていう。部員というか、だからそれを、まあ、結局は、その、どういう高校だと言うと、もう全国の、それこそサッカー推薦じゃないですか。超エリートの、まあ、ヤンキーが集まるかもそっちの、そっちがエリートね。沖縄から北海道まで。ある意味、特待生。 いや、本当にそれを要は、尊女そこらの悪じゃないみたいな人たちが、北海道から沖縄で集まってくるみたいな。で、多分、そのおじさんがいい学校だよって言ったのは、まあ、構正させる学校なんですよ、要は。で、構正させる学校なので、髪型とかも切らなきゃいけない、言葉遣いもすごい教えられる、で、もう年上の方にはもう絶対、もう服従というか、絶対、挨拶がすごくて、例えば、 学校まで30分ぐらいあるんですよ、寮から。で、例えば一般の方の車が通った時に、こんにちはっ言ってこれぐらい長くか頭下げなきゃいけないんですよ。じゃあ、それをおじさんは見られてるんですよ。車で来られた時に。あ、素晴らしい学校だなるほど、なるほど。それはそうなりますよ。実態知らないんですよ。なんでそういうことをしてるかって言ったら、構成させられる。す。 えらいとこへ放り込まれてそうですよはあ、だって奥野さん別にそんななんか悪だったとかじゃサッカーをやサッカーショなんですよねはあ、もうね入学式からなんかもう異様な雰囲気みたいな感じなんですかもう異様ではなくてもう皆さんそれこそね特攻服ってうんですかああいうの着てこられてて入学式なん特攻服着てこられてもうその辺のもう畑で喧嘩大会 ってが始まってるわけですよねあ,、はいまあ、ある意味、異様じゃなくてこう、正常な状態正常です <laughs>、まあ。当たり前のようななるほどで、まあまあまあ、そういうとこ行ったんですよ。はいはい、でも僕ももうこれで、なんだこれ、うん、と思って、ね、うん、サッカー部なかったら来た意味ないんです。もうすぐ学校やめようと思ったんですけど、はい、でも当時って、うん もう全然その時代が違うんんでですすけど、うん、親に言えなかったんですよね、はい、だから親がになんかこうなんかつらいとか、はい、こう嫌なことあったよってあんまり言えない時代だったんですよ。どっちかっていうと学校の先生に言って親には言わないでみたいな、はい、結構時代だったじゃないですか、うん、だから何か言えなかったんですよね。自分がそのしんどいというのはい、サッカー部なかったよってのも言わなかった それはいい、それは言いました。言,した言ったんですけど、はい、あるはずだよってずっと言ってんですよ。<laughs> <laughs> でも、まずもう。 本当にありえない日常が起こるわけですよね。で、一週間は、ものすごい優しいんですよ。先輩が。一週間経った瞬間に、ビューって、まあ、寮にブザーがついててなぜか。ビューってブザーが鳴って、集合ってなるわけです。で、ホール、こんな感じで広いホールに集まって制作しろって言われて、で、みんな、までこんなんですね。そしたらもう明日までに、 まず髪をこう何センチこう切ってこういう風に揃えて全員同じ髪型でガッシュこうやってその人なんかガが言ってるわけですよ。やってこなかったらまあ言えないですけどバーって言われるそれからこう始まるわけですね。寮生活っていうか恐ろしい生活が始まって。で、例えば本当に授業とかも本当普通の授業じゃなくて1ヶ月間は団訓って言って。弾訓団体訓練っでまずそれを から覚えなきゃいけないんですね。で、まず1時間目、不動の姿勢ってって、とにかく気をつけですね、これ。気をつけして1時間。えで、虫がここについても動いちゃいけないんですよ。ずーっと1時間。とにかく気をつけ。で、2時間目は作業着に着替えてって言われて、作業着に着替えて何すんのかなと思ったらこう、山があるんですけど、その山からこう、ボンボンって削ったら岩が、この大きな岩があるんですよ。で、それをボンってこう、落として、それに、 ロープ巻いて、みんなよいしょ、よいしょ,いしょって引っ張って、高校ですよね。はい <laughs> 今、高校の話をされたんですよ、ねそです。それで、うん、あの学校を作るという、ね、はい、手作りで。はい、何時代だっ。<laughs> で、三時間目は、まあ、とにかく。どっちかというと、こう、うん、右折の学校だったので。はいはい、まあ、国家斉唱はもう一日七回ぐらいは歌いましたし。はいはい で、寮からこう、学校まで,です、ね、さっきも言いました30分くらいかかるんで、旗持って、はい、文化を歌いながら、学校に行く。<laughs> <laughs> で、その歌を覚えなきゃいけない。はい、で、教育直後は絶対覚えなきゃいけないとか、はいはい、まあそういう学校だったんですよ、ね。なるほど。うん、でも僕は、まあ本当にもうやめたくてしょうがなくて、うん、もう毎日泣いてましたけど、はい、ただ、 もう一回聞きに行こうと思ってそこの理事長先生のにていや僕サッカー部あるからってこの学校来たんですけど」って言ったら「ありますよ」って言うんですよほんとに「えでもどちらでやってるんですか見たことないです野球部はあそこでやってますけど」って言ったら「あの多分ねあそこの体育館の裏の方でやってる人いますよ」って言われたんですよで見に行ったんですよそして一人だけユニホーム着た人が壁にボール蹴ってたんですよすいません」と。 あの、もしかしてサッカー部ですかって言ったら、そうだよ、と。え、で、部員さんって何人おられるんですかって、俺しかいないんだけど、それサッカー部じゃないですよね。いや、だけど俺だってサッカー部あるからこの学校来たんでないからさ、一人でやるしかないじゃんって言われてたんで、えぇってなって。はい。どうしますっていう話になった時に、じゃあもうないなら作るしかないよねってなるじゃないですか。じゃあサッカー部作りましょうよ、と。はい。部員さんいればサッカーできますからねって言って、 一番簡単だったのは全量性っていう武器があったので、うんはい、まあノートにサッカー部ぜひ入りたい方はぜひあの名前ご記入くださいっていう感じでまあノート置いといたらまあ結構なんだかんだ20何人ぐらいの名前が書いてあってこれで試合もできるし。はいはい 同級生ももも先先輩輩んさ<あ>僕1年生だったんで、はい、まあ3年生のちょっと怖い方たちも入ってくれたりももともとやってたやってないとかいろいろあって、はいはい、でなんとかサッカー部作ることになってすごいでただもう本当にみんなど素人で、はい、サッカーやったことあるんですかって言ったら、はいいや ボーあんま蹴ったことねえけど、人は何回も蹴ったたことあるみいな大丈夫か、これ、本当の話なんですよ、本当の話で、言われたんで、もちろん経験者の方も入ってこられたんですけど、寮生活もめちゃくちゃ厳しくてですね、夕方になると、もうシャッターが閉まるんですよね、寮の。なんでかっていうと、うちの生徒が出ていくと、何するかわからないわけです、外に、世の中に出ていくと。だからシャッター閉まるんですね。 そうすると、ふざけて一回の、なんか、ドアとかピッて開けると、ブーってすることまたブザーが鳴るんですよ。はい、なるほど。じゃもうすぐ廊下にいて、天候ってって、一二三みたいな。はい。だもうビームシューですよね、みた、はいな。で、ね <laughs> <laughs>。ほん当これ、まだ <laughs> 嘘じゃないんですよ。<laughs> 高校の話をしてるんですよ、ね、そういう意ね。高校ですよ。<laughs> ちゃんと高校の話 なのでやっぱサッカー部入るとその練習場がなかったので、うんはい、結局その市の方にお願いして総合運動場とか行って練習するじゃないですか。そうするとやっぱ外にちょっと出れるっていうんで、はい、皆さんいあの入られた方もいました。はいうん、それでまあまあなんとかでも、まあやってきたんですけど、はい、まあ大変でしたけどね。<ー>本当に。練習はだからその毎日外の運動場でやってたわけですかそうですね。<ー>その運動場をも借りれないときはもう本当にどっか公園とか。はいはい どっかスペース見つけて、やったりして。でも本当に素人だったので、もう本当僕が監督兼選手みたいなので、もう本当に基本中の基本、もう体育の授業でやるようなことから始めてって。インサイドでパス出してみたいな。ただなんかまあ僕が1年生だったのがわかんないですけど、本当に皆さん一生懸命練習だけは、なぜか非常にやってくれるんですよね。で、この練習ばっかりしてたら面白くないじゃないですか。 じゃあ練習試合一回やりたいですね、みたいな。やっぱ試合やんないで上手くならないので、じゃあ練習試合じゃあ組みましょうってなった時に、まあその時顧問の、その顧問の先生がいたんですけど、その先生もサッカー全く知らなくて、いろんな高校に問い合わせするんですけど、やはりうちの高校有名でして、どっこもやってくれないです試合をね。まあそりゃそうだないや、オタクの高校とはちょっと関わるとまずい も有名なわけでよ島根県のはでまはっきり言ってでも島根の方は一人もほぼいない学校だったのでもう全国から来てる人たちなのでもお宅の高校たちょできませんとで言われたんであこれなかなか大変なんだなと思ってそしたら一個だけぜひやらせてくださいって言っていただいて高校があってうわよかったと思って行くわけじゃないですか。 本当絵に描いたような「はい、あのクローズ」っていう映画見られた方は分かると思いますけど本当にあんな学校あるんだと思うぐらいスプレー書きでダラス割れててみたいな高校だったんですね。乱乱長なんだこの学校みたいなでもまあまあその試合ができればまあいいなと思ってまあバーってもう対戦相手はいないんですよ、はい で、授業中だったんで、うん、あ,あ授業のこの時間が終わったら多分皆さん出てくるのかなと思ったんですけど、うん、奥の方で<い>制服でサッカーやってる人たちがバーっていたんで、うん、あ、あの、あれは体育の授業やってんだよ、うんで、その時間になったらその人たちがその、ズらーってなるんですよ。制服のまま。<laughs> まあ、制服ですか試合 <laughs> ですよ。フローズずらーってなるわけですよ。で、もその頃はまだコロナの時代でもないのに、はい さんマスク黒いマスクをいろいろされてましてでもみんなこんなんでまあねボンタンとか入ってる方たちがずらって並んででもそれでどうやって試合するのかなって足元見たらみんなスパイクは履いっててでもそこはちゃんとしてるんだなっまあまあいいやと思うじゃないですかでも僕はすごく嫌な予感はしてましたその時から。 チラッて横に並んでる先輩たちの姿を見たときに、すごい楽しそうな顔されてたんですね。これはまずいなと思ったんですけど、まあ、まあと言っても、まあ他校だし、授業してるし、なかなかね、そんなになって言っても、それはちょっとないだろうと思って、ピーって笛になるじゃないですか、キックオフの。それと同時に、その先輩がタタタタって走り出したんです何すんのかなと思ったら、 相手に飛び蹴りするもう、ゲームやから国を送んやからで、飛び蹴りをされてまぁそこからそうなりますよねうわーってなってボール関係なんすねもうこれ一つも動いじゃないまあそれが一試合目だけどで、勝ったぞ、帰るぞ一応勝ったんや勝ったぞって 分かったそううい意味でも本当になんかこうまあこれもう僕はもう本当にもうこれは終わったと思ってもう本当にやめてやろうと思ったんですね学校。まあ僕はもうやめますって言って学校もやめるしサッカーももちろんやめますみたいになったんですけど次の日に先輩に呼び出されてこれはまずいなと思って僕が作るって言ったのにやめるなんて言ったらまずいかなと思ったら本当に皆さんが並んで謝って。 くれたという、はい、本当に申し訳なかったと「うん、もうちゃんとやるからもう一回一緒にやってくれ」って言ってくださって、はい、じゃあもう一回やりましょうっつってまた僕が教えながらやってもう本当に一生懸命やっていただけたんですね、はい、やっぱりああいう方たちってそこが悪いわけじゃなくてめっちゃ一緒なんですよ、はい、ただ喧嘩がついただけで。<laughs> <laughs> あの本当にやっぱりどっちかというと、すごい優しくて、うんーうん、ハートが熱くて、はい、根性があるんですね、はい。しかも、まあまあ身体能力も高いですもんね。すごい高いですし、はいすよね、やっぱ負けず嫌いですし、はい、なのすっごい一生懸命やってくれるんですね、はいど。どんなきつい練習しても絶対最後までやるんですよね。はいでや てくれて、まあ本当に、じゃあもう一回練習試合やりましょう。絶対喧嘩しないでくださいね。って言ったらもう本当我慢してるんですよ。はい。うん。ここまで行きますけど。ただもう本当にやってくれたらもうも最初の試合まともにやったらやっぱり22対0で負けるわけじゃないですか。なるほど。サッカーの22対0ってなかなかじゃないですか。はい。で、その後、15対0で負け。10対0って、どん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 減ってくるわけです。ね。んうん。そのうち5-0。はい。ちょっとずつ試合になっていくわけです。うん。 で3-0、はい、今度1-0みたいなと、はい、で最後引き分けるわけですね、はい、まああの時にもうみんなで同点ですよただ練習じゃないですかね、はいうん、大泣きしますもんはあ<ー>すごいスピードでうまくなったなと、はい、でやっぱりうちの高校はその指導者もちゃんとした指導者というか顧問の人はいましたけど、はいはい、結構陰で見てくれる人がたくさんいて「はい、でお前ら自分らでやってんのか?」と。うん その近くにその西高っていうどこがあったんですけど、そこの監督がたまに見に来てくれてたんです、僕らがやってるの。お前ら自分らでやってんのかと。分かったら、じゃあちょっと協力してやるって言って。で、練習試合やっていただいたり、教えに来てくれたりしたんですよね。そうったですね、はい。じゃ抜かしんですよね、うちはそれ。うん。抜かしんですよ、そこの高校。ったただ、それぐらいやっぱ能力高い人多かったというか。 でも本当にいろんな方に支えられて強くなってったというかだからやっぱりこう僕尊敦戚に覚えたのはちょっとふざけた話みたいにしましたけど環境関係ないなと思ったんですよ何やるのもみんな環境の繊維にしたりするじゃないですかこういう場所じゃなきゃダメだとかこういうのがないとダメだとか環境なんか全くないわけですよゼロからのスタートでやってるのにすごいいい環境の高校に勝つわけじゃないですか。ってことは あそんなの関係ないんだと。うん、それで何にもないゼロからじゃあないんだったら逃げるんじゃなくて、そこでやっぱり戦うしかないなと、はい、ないんだったら作るしかないなとか。はい、そういうのすごく教わったと。もう本当に当時はもう、なんだろう、もう地獄でしたけど、僕、はい、あの生活が。はい、もう、なんでこんなことを高校生の時にやらなきゃいけないんだとか。うん、まあ昔は今みたいにスマホとか、うん、SNS ない時代だから。 講習、ね、電話で先輩が終わった後に親に、はいまあ、仕送りとか来た時に「ありがとう」って電話すると、うん、親がね「どう学校楽しい?」とか言うじゃないですか「はい、いやすごい楽しいよ」と、うん、どうなの?」とかって「なんか先輩に殴られたりいじめられたりしないのしてないよ」うん、って言いながらずっと泣いてました、はい、<laughs> スルつるって涙が出てくるぐらい、うん、それはやられてるに決まってるんじゃな、はいか <laughs> だからもう本当にその理不尽なことだらけだったんですけど、うん、でもやっぱりその時に教えていただいたのがそういうところでやっぱり逃げるのは簡単だけど、うん、続けるのって大変なんだなっていうのを、はい、多分そこで僕は多分教わったと思うんですよだから結局うちの学校も300人ぐらい入るんですけど、うん、もう卒業式の時は150人以下なんですね。なるほど、はい、大体皆さんもやっぱり辛くてんうん、まあ脱走って言い方はいけないですけどたくさんいなくなってしまって。 だけどやっぱりこう今考えればたまたまあるかもしれないですけどすごいそこで高校に教わったことはすごい大きかったなとその後の人生にもっていう,う、うん、そうですねだから、はい、うん何もなんかもうそれから恐れるものがなくなったというかだって最終的には県ベスト4にもなんかそうです,そ,うですそれ3年生にはいはあ<ー>もう優勝候補で出てましたよ新聞にそうだったんですね、うん あの高校がみたいな見出しが、はいはい、あの高校はもう今実はサッカー部がこうなってもしかしたら選手権一番あの第一候補みたいなぐらい出るぐらい話題になって、はいはい、当時から小倉さんその監督としての素養というか実はその人実はっていうのも失礼なんですけどその選手としてだけではなくて監督としてもこう人を見る目とか人を生かす力が能力にたけてたってことなんですかねやば かんないですけど監督というよりも今僕イナル撮っても GM やってるんですけど今考えたら GM の仕事してんだなと思いますなしこの公認になる時にサッカー部結構強くなったんで学校も認めてくれるようになったんですサッカー部って存在をもっと強くしたいなと思ったんでそれこそ大阪に行かせていただいて中学生をバーッと呼んであれやったんでセレクションのすねはい ぱい来てくれて。高校2年生の時 GM ですよね、やってること。でもその時に、アントニーサッカー経験者の監督も初めて来てくれたんですよ。2年生の時に。一緒に見に行って、で、うまい子を誘って、で、来てくれと。で、僕もまあ、どっちかっていうと、その、おじさんに騙されて入ってるじゃないですか。だから、それも技を使って僕も騙して入れた。いい高校がある。 最高の環境だと。で入ってきてくれて。<laughs> それからやっぱりこうちゃんとサッカー部っていうか <laughs> 経験者も来てくれて。でサッカー部の寮もできてみたいな。うんはい、で、非常にやってよかったなと。で、その件ベスト4まで行かれて、本当に、まあ、ある意味高校は最初はひどかったけど、ある意味華々しく卒業された後、うん、あの日大かどっかに推薦で入られてっておっしゃってましたよね。 た当時のやっぱり大学サッカーっていうのは<え>もう一番最後の花道というか、はい、まあ選手権高校選手権っていうのはありますけど、うん、もう大体みんな選手権終わったらもうサッカー終わりなんですよなるほどうんもう昔プロないんで、はい、だけどその選手権の中でも恐ろしい人たちいるじゃないですか、はい、<laughs> その人たちは 国体生とか、推薦とかで、例えば筑波大学と早稲田とかから来るわけですよ。はい。超メモチームから。はい、そうするとまたサッカーができるわけです。はい。だからもうサッカー、昔の大学サッカーっていうのはもう本当にもう、超もう小学校の子が雑誌に出てるような子たちの集まりの人しか行けなかったんです。プロリーグの代わりみたいな感じだったわけですよね。はい。はい、で、僕はその時日大に入りまして、はい、それで一般で入ったんですね。はい、まあ体育推薦という形で。うんうんうん だからもうサッカー部はもう入れないわけですよ。でももうしょうがないなと。でもまあ、男子校だったし、超辛い学校だったから、サークルとかね、女性いっぱいいるじゃないですか。あ、いっぱいこんな女性いるのと思って。サークルか、愛好会か、どっちだろうな、みたいにやってたんですけど。もう、男塾みたいな高校から、ようやくその花の大学んですよ。花の大学でで、キャンパスもこんな広いんだと思 すげえなと。折りもないし。で、募集してるのが、女性がいるんですから。はい。入ってくださいみたいな。それは入るでしょ。はい。で、やってたら壁に、サッカー部の試験、テストがありますって、たまったま目に入ったんですよ。書こうとしてる時にパッて見たら、なんかサッカー部募集ってあるから、どういうことだろう。このサークルとは別なんだと。で、パッて近くに行って見たら、サッカー部の募集だっ たくさんある貼り紙の中の一枚でほんと奇跡の出会いですよ、ねまあ。で、はい、何月何日にやるんで、はい、あのなんとかのグラウンドに来てくださいって、はあ。セレクションをやるっていう。はい、はあ。それでもうダメ元でも絶対それは行くべきだと思って、はい、で行ったら60人ぐらい来られてたんですかね、はい、でそこから2人しか分かんないんですよはい30倍やね <laughs> まあこれないなとでね、うん、こ,うこう名前書かなきゃいけない,ういう出身校とか、うん、はい。

で、終わったら先輩が上で見てたんですけど、降りてこられて、で、合格発表するって、僕と二人、その6人だから、選ばれたんですね。上マジでってなんじゃないですか。そしたらその先輩が、いや、おめでとうと、あの合格だから。で、お前ら二人は、えマネージャーか、選択係どっちがいいって言われたんですよ。で、はいって言ったんですよ。選択係か、マネージャー選べ 僕、なんとなくわかんないけど、じゃあ選択係お願いしますって言ったんですよ。30倍の倍率勝ち抜いて。はい。はい。でもこれはそんですよ。2択もすごかったんですよ。これ僕がマネージャー選んでたらいないんですよ。はなんでかっていうと、マネージャーっていうのは、例えば大学サッカーとか、あの、サッカー協会のお手伝いに行くわけです。はい。で、日程があるじゃないですか。はい。リーグ戦が何日に始まりますとか、はい。え、移動はどうするとか。 そういうのを決めるのがマネージャーなんですよ。練習もほぼできないんですよ。どっちかとていうと、日程係というか、スケジュール合わせのためにやらなきゃいけないんですね。あと、グラウンドをどこ使うとか、どこで練習、試合を行いますとか、そういう。選択係はかろうじて練習ぐらいはできるです練習できるんですけど、雑用係なんですよ。例えば、本当の試合とか練習であっても、試合には全く出れないんですけど、 例えば荷物をこういうとこにパンと置いとくじゃないですか先輩が。で財布が入ってるから見張り版なんです。なるほど。で1キロ先ぐらいで試合してるんで僕そこでこう財布を見張って。で相手の同じようなやついるんですよ。で2人でこうやって顔を見合わせてどっちが我慢できるかる。無言でこう。っていう。 役で、スコア係やったりとか、あと選択はもちろんですけど、まあ雑用係で入ったんです。でもただ本当にやっぱりサッカー好きでしたし、もう練習しかできないから、練習だけ一生懸命やるじゃないですか。やっぱりこう大学僕は2部だったんで、まあどっちかっても先輩がレギュラー決めたり、先輩がまあ優先で試合を出るような実力というよりは、どっちかっていうとこう、先輩のこうね、なんかあれで決めるじゃないですか。 じゃたまたまその日大の OB の方が、社会人の、<い>昔社会人の藤田工業っていうところでサッカーやられた方がいて、はいはい、膝を壊してしまって、はいで、サッカーやめられて、うん、で時間があるから、コーチで行くわってなって、で、毎日練習見てくれるようになったんですね。<い>それまでも監督のサラリーマンの方なんて、もう土日しか、試合しか来ないんですよ。そで、ね、練習見てないんで、うん、で、毎日練習見てくれるようになった時に、僕練習だけ一生懸命やってるじゃないですか。はい、そしたらお前頑張ってるから、一回だけ、 サブに入れてやると。あの、その天皇杯っていうのが、はありがとうございますって言って、まあ入るのはいいんですけど、あのね、当時やっぱり、1年生ですからね。まあ4年生はもう神様なんですよね。で、3年生はもう総理大臣みたいな。だから、とにかく、1年生が4年生に話しかけちゃいけないです神ですからね。で、その中の僕は雑用係なわけですよ。それがサブにいきなり入るわけですよ。そりゃブーブーですよね。 なんてめえが入って俺らが外れなきゃいけないんだねすいません」「すいません」「僕が選んだわけじゃないんで」でまでまあ会場をついて僕アップしてたら「なんでおい選択係がアップしてんだよ」みたいな「すいません」ってずっと言ってたんですよ。で試合が始まるじゃないですか天皇杯が。たまたまその4年生でずっとレギュラーの先輩が始まって5分か10分ぐらいでしたかね骨折されちゃっ 接触でで僕そしたらサブがフォワード僕しかいなくて「もう準備しろ」って言われて出て行く時もまあ見てる先輩たちブーブーですよだって普通味方ですよ味方の方に完全アウェーというかもう「何でお前が出るんだよ」っすいません」って言いながら「すいません」って言いながら試合出たら僕が6点取ったんですダブルハットドリンク そうで,で最初1点取ったらみんながわーっとおーってなったんですけど、<ー>またまたまだよあんなの。はい、2> で2点目取ったらちょっとなんか、お ?3 点目取ったら、おい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 。はい、で4点目取ったらちょっと、はい、マジかよってなってて、はいはい、拍手に変わるわけじゃないですか。はい、それで人生が変わる。 それでも「お前どうせだったら初トリックしたらお前ダブルハートトリックしてみろ」みたいに言われて本当にしちゃったんですよね。はいはい、でそれからもう急になんかこう風向きが変わったというか、はい、人生が変わったというかれで日大でレギュラーになって、はい、なっていう、はい。で大学選抜も選ばれて,ででてでそこで七海とかね初めて会うんですけどさんに、はい、あれから急激に自分の人生が急に花開いたというか。 結構綱渡りというか、その、はい、マネージャー選んでたら、絶対、試合、はい、練習に帯同することもなかったでしょうし、はい、その、先輩が、変な人とその骨折しなかったら、突出場も、絶対なかったでしょうし、その、野人、岡野さんが誕生することもなかったはあ。で、これが本当に不思議なんですけど、はい 僕、すごい、その、マラドーナが大好きで、それこそ、ね、さっきも言いましたけど、テレビってあまりなかなか見れなかったんですけど、まあ、ワールドカップだけやってたじゃないですか、夜中とかも。うでで、寮でも、もう早くもう夜中に起きて、絶対マラドーナ試合みたいなの見てたんですけど、そこに、途中から出てきたカニーヒアっていう、アルゼンチンの選手がいるんですよ、挑発で、金髪で、超かっこいいんですけど、めちゃくちゃ足早いんですよ。でも僕なんか、その、ね、さっきも言いましたけど、もう、その、小学校の子早かったけど、 もう高校の時も、どっちかというとゲームメイクの選手だったんで、足なんか速いなんて、全く気ういてないわけですね。こんな速い選手いるんだ、はい、ちょっとて、わー、かっけえなと思って、はい、でそれはすごい印象にあって大好きになったんですけど、はいうん、で大学の時に僕、体育学科だったじゃないですか。そた,たまたま、100メートルの授業があると。はいはい、で、それを試験に来ると単位がもらえると。あ、なるほど。うん、あそれは行かなきゃまずいじゃないですか。はい、で、僕行って、で行ったら、みんな、 陸上のスパイク入ってるわけですよ。で、僕、そんで知らないから、バスケットシューズって言ったんですね。でっかいやつを。なんか、こんなでっかいやつまあ、いいじゃないですか。出れば、もう、単イもらえるんで、別に、そんで、ね、スパイクを履かなくてどうでもいいわけですよ。隊員さえもらえればいいと思って。で、で、そしたら、なんか、陸上部の方が、サッカー部って足早そうだから、一緒に走ってくれないって誘われたんですよ。なるほど。ああ、もう、ぜひ。で、二人組で走んだけどね。それで、それで一緒に走ったら、僕が勝ってしまって。最初、ずるっと滑ったんですけど、そのバッシュなんで。 で、その時に10秒7が出たんですよ。100メートル。メートルが。はーい。バッシュではい。で、もうね、もうびっくりしましたよ。測ってる人が。はい。おい、10秒出たよ。しかも、バスケットシューズだよ、みたいな。はい。で、僕、よく分かってないじゃないですか、そんなの。はい。そんな早いんだ、みたいな。よく、ね、そんな別に陸上詳しいわけでもないですし。ありえねえよってみんな言ってたら。はい。 で、その当時のこと思い出して、カニヒア好きだから調べるじゃないですか、雑誌で。10秒7なんですよ。カニヒアの100メートル。100が一緒だったんだ。憧れてる人ですよ。はい。それで、あの、プレイスタイル改造したんですよ。はぁー。あ、じゃあ同じことできるじゃん、と思って。はい。それが良かったんです。それなんで僕が途中で出て、なぜ6点取れなかったかって言ったら、僕みたいにあんな足が速いのなかなかいなかったんです、昔。なぁ。足速いのいっぱいいましたけど、はい。昔って、バックパスして、うん。 キーパー取ってよかったんですよ。はい、取ってよかったですよね。あれ、時間かかる。はい。そのバックパス全部僕が取れちゃうんですよ。カットできちゃうんだ。スピード早すぎて。はい。もう、だからディフェンスからすると絶対バックパスにしても、追いつくことないから、ポーンってバックパスしたらもうそのままもう仕方してるじゃないですか。それ僕追いかけてたら全部追いつちる。ディフェンダーパン振レたら。ディフェンダーが勝手に僕にスルーパスを出す。それは6点取りますよ。キーパーもまさか来ると思わないから、はみたいな。 なんでそれ追いつくのみたいに <laughs> な。だから6点取れちゃって。<laughs> はぁ<ー>。で、それですよね。だからそっからですね、だから人生、だだだだだだって変わってた。はい、で、僕はやっぱり、本当に高校の時もサッカーやめちまえ。まあまあ、高校の時もね、サッカー部ラックてとか、はい、で、中学の時なんかサッカーなんかでやっても意味ないとか、うん、本当にいろいろこと言われて、はい、まあそれでもやっぱ好きなの続けてきたんですけど、はい、うん。やっぱ続けてると、 何か分かんないですけど、うん、誰かがどっかで陰で見てくれてる人がいてうん、うん、ほとんんど敵なんですよ、はい、ほぼ敵なんだけどたまたま一人だけ味方がいてチャンスをくれたっていうのがは<ー>もう僕は自分体感したので、はい、続けるのは難しいけど必ず誰にでもそうやってチャンスを与えてくれる時が来るんだなっていうのは自分のこう実体験で思いましたね。は ありがとうございます、はい、ちょっともうあまりにも壮大な岡野正之物語ということなんでちょっとまたここからですねその気になるまた「情報バルーン」の裏側で何があったかとか、はい、ちょっと聞いていきたいなと思っておりますので、はいまあ、是非ともですねあの今日実はあ,あの岡野さんこの T シャツがガイナーレ鳥取の T シャツを着てきていただいて、はい、もうガイナーレ鳥取あのそれこそなんか。 ふるさと納税みたいな。そうですね,ね。本当にこうキャンペーンとかね、その。結構、はい、みんなで応援できるような仕組みとかもあるので。はい、またそのあたりとかですね。はい、そして、みんなが誰もが聞きたいであろう、あのワールドカップの裏側で何があったのかとか。はい、そういったことも、ちょっと後半お伺いしてみたいなと思います。ので、はい、すみません。ちょっと前半。これで一旦。おわらせて、もう、なんか。お腹いっぱい、もう胸いっぱい。なんか一人喋る。大丈夫だった。最高でした。<laughs> それでは岡野正之さんでした前半ありがとうございましたありがとうごありがとうございましたありがとうございましたあり <laughs> いましたありがとうございましありがとうございます HIRO のメルマガ HIRO メールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料でです。それではっってらっしゃい。